皆さん、こんにちは。中国史上、若い頃に何も学ばず、農耕もしなかったために、親戚に見下された群衆がいました。しかし、50歳の前後に彼は急に有名になり、中国史上初の庶民からの帝王となりました。彼こそが劉邦です。劉邦は戦略においては関心に及ばず、計略においては調量には及ばず、政治においては将官にも及ばなかった。しかし、彼はわずか数年で混乱した時代を終わらせ、中国史上2番目の封建王朝である漢を建国しました。彼の成功は急激で、迅速であり、また合理的でした。彼の成功の主な原因は何だったのでしょうか。彼が生まれながらのリーダーです。劉邦と項羽の違いは、劉邦の出自が低く、高等教育を受けず、上流社会の人と知り合いになることができなかったですが、彼は成功を収めてしまった。天下を取った後、彼は戦争では監視に及ばず、策略では調量に及ばず、政治の意では将官に及ばないが、項羽を打ち破って漢の建国者になった、と言いました。その成功の理由は、彼の能力が突出しているわけではないが、彼は刀を持った人であるためです。英雄たち、例えば、調量、陳平、関心、将官などは非常に有能ではありますが、彼らはまた王の手中にある最も鋭利な武器でしかありませんでした。そして劉邦こそがその刀を持った人であり、英雄たちを評価できる王であったのです。勝利であった将官や軽蔑された関心、愛の目と貫通した陳平、指名手配であった長領がすべて彼の下で重用され、最終的に彼らが自分自身のキャリアを築いた。また劉邦の偉業をも成し遂げたことは、劉邦が天性に持っていたリーダーシップの直接的な表現であるでしょう。劉邦にとって人材は最も重要な成功の鍵であった。紀元前202年、劉邦は洛陽に都を定めた。ある日、劉邦は南宮で高級官僚をもってなし、宴会を催しました。劉邦は人家たちに微笑みかけ、諸侯、将軍の皆さん、率直にいてくれ、隠さずに話してくれ、これをどうして天下を取ることができたのか、項羽はどうして失敗したのか、と問いかけました。大臣の項羽、王僚が答えました。陛下は人を発見して、城を攻め、地を略奪し、攻め落とした地をそのものに賜り、部下と共に天下を分かち合いました。項羽はそれと正反対で、功績のある者を落ち入れ、有能な者を疑って失敗したのです。劉邦は次のように答えた。それは確かに重要ですが、より重要なのは私が人の使い方がうまいからであり、項羽がそうではないからです。陣内定策を練り、戦場の先で勝敗を決めることができる点で、私は長領には及ばない。後方の守備や人民の安定、そして兵士への食料や補給が必要な場合、私は将官にも及ばない。100万の兵士を率いて、必ず勝利をもたらし、攻め落とすことができる関心が、私よりも優れています。この3人は、高潔の中で最も有名ですが、私は彼らを使いこなすことができたため、天下を取ることができたのです。
幸には、半蔵という腕利きがいただけと、うまく使いこなすことができなかったため、私に打ち負かされたのです。軍人たちは劉邦の言葉を聞き、皆心から感服しました。次に、劉邦の陸奥の容認の方法について話しましょう。第一に、人物をよく知り、その才能に応じて任用すること。リーダーとして、適切な場所に人材を配置し、彼らが自分自身の才能と役割を最大限に発揮できるようにすることは重要なスキルです。劉邦ワークの理論も深く理解しており、関心の軍隊の指揮官に、少量を謀略官に、消化を後方支援に配置し、すべて計画的に進められました。劉邦は彼の任務のリーダーとして成果を収めました。第二に、形に肯定しないこと。劉邦のチームには様々な人材がいました。少量は貴族、陳平は勇士、消化は権利、販海は琴、官営は布の販売、老慶は社夫、法悦は合同、周没は学習、関心は就職を待つ青年でした。彼の求めるのは、すべての人材の才能が最大限に生かされることです。第三に、昔からの恨みを忘れること。劉邦の部下に、かつて幸運の手の下立った人が多数おり、その後劉邦に投降しました。劉邦は過去の恨みを忘れ、すべての人を平等に歓迎しました。例えば、過去の関心や陳平は幸運の部下だった人物であり、劉邦は彼らを差別せずに歓迎しました。第四に、お互いに素直に本音を話し、誠実に接すること。人材を尊重することの唯一の方法は、お互いに誠実に接することです。第五に、信頼できる人材に対して、疑いを持たずに任せること。劉邦は一度ある人材を採用すると、その人を疑うことはなく、完全に信頼して任せました。別の角度から見ると、劉邦の人材採用の手法は、典型的な帝王の手法です。第六に、功績に応じて報酬を与えること。劉邦は天下を奪取した後、各人の功績に応じて報酬を与え、消化、長領、関心、法悦などの功人たちを褒賞しました。また、彼が最も嫌っていた人物の一人である楊氏にも褒賞を与えました。第七に、自分よりも優れた能力を持つ人材を採用すること。経営学には、オクルウィの法則と呼ばれるものがあります。大まかな意味は、各企業家は自分よりも優秀な人材を採用すれば、企業は巨大なものに発展できる。逆に、自分よりも劣った人材を雇用するなら、彼らは自分よりも劣った仕事しかできないことになるというものです。劉邦はリーダーシップの芸術をよく理解していた典型的な人物であり、彼が人材を信頼、使用し、彼らの才能を最大限に引き出すことができたため、当時の人材を彼の周りに集めることができ、最適な組み合わせを形成しました。このようにして、彼が天下を手に入れることも必然的なことでした。
この点だけでも現在の十五の指導者は絶対にできないでしょう。第八に、陰でコントロールすること。昇華は流法によって、かの健康における最初の行進として評価され、流法が組を立てた後は、初代上昇に任命され、後に昇国に昇進しました。政府内での地位は流法に次ぐものでした。しかし、昇華のような人物であっても、実際には、劉邦による秘密の制御が行われていました。劉邦は疑いや制御を目立たせずに行うことができたのに対し、孔武は誰かを疑った場合は、彼は顔に疑いを表し、人々は一目でそれを見分けることができました。劉邦の猜疑心や疑惑は表情には出さず、内心で抱え込んでいました。劉邦のリーダーシップアートとテクニックは、現代の管理者が学ぶべきものがあると言えます。次に、彼が成功した主要な理由の二つ目は、非常に陰険であったことです。劉邦はその腹黒さで有名であり、彼の非情さも有名です。彼はかつて敗戦後に自分の子供を馬車から蹴落とし何度も繰り返していました。ただ馬車をもっと速く走らせるためだけであったことされています。また彼は孔武に対してただ単純に先に入って孔武の家を守っただけだと言い張りました。このような厚顔無恥さがあったからこそ、彼は成功したのです。どの女性が旅行を制御できたでしょうか。劉邦が生きていた間、旅行は彼の前で泣けしかならなかった。彼の成功した理由の三つ目は、十分冷酷です。劉邦は一生を旅して苦労を経験しました。若い頃は四方を旅しており、晩年にも軍隊を聞いて戦い、家の守るために尽力しました。このように彼は腐敗するような人ではありませんでした。彼は長年の人生経験から多くの啓示を得て、これらの経験は政治闘争での貴重な資本となり、彼はあらゆる問題を巧みに処理し、影響を受けることがありませんでした。彼は個人的感情に影響を受けず、息子、妻、父、兄弟、母、義理の親族でさえ、彼の利益を損なうことがあれば、すべて放棄できます。非常に薄情な人物であったと言えますが、このため、彼は各国な環境でも最高な結果を得ることができ、最終的に形勢が彼に有利になった時に全面的な勝利を収めました。これらの特徴が彼を小さな若ガキから一国の君主になったのです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。